東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか J2 は28日第一節を行い 福田弁士アリーナでは、ジェフ・ユナイテッド・千葉と徳島ボルティスが対戦。後半14分に、ディフェンダー富田大介のゴールで徳島が先制するが、後半アディショナルタイムにフォワード・吉田牧と、フォワード・長澤和樹が、立て続けにネットを揺らし、千葉が2の1の逆転勝利を収めた。選手を大幅に入れ替えたホームの千葉は、先発11人中9人が、新加入選手の陣容となった。システムは4の4の2を採用し、 ゴールキーパーに佐藤優也最終ラインは右からディフェンダー多タタラーツとディフェンダー伊集院ディフェンダー近藤直也、ディフェンダー阿部翔平ボランチにミッドフィルダー富澤瀬太郎ミッドフィルダーランダを並べ右サイドハーフにミッドフィルダー小池純紀左サイドハーフにミッドフィルダー伊部春也、ツートップにフォワードエウトンとフォワード船山隆之を配置した対するアウェイの徳島も4の4の2を採用 ゴールキーパーに相澤隆最終ラインは右からディフェンダー広瀬陸と、ディフェンダー石井秀則、ディフェンダー福本洋平、ディフェンダー富田大輔、ボランチにミッドフィルダー浜田武史とミッドフィルダー岩尾健を配置し、サイドハーフは右にミッドフィルダー大崎淳也、左にミッドフィルダー木村雄二、ツートップにはミッドフィルダー渡り大輝とフォワードや正木涼吾を並べた。両チームともに相手の守備を崩しきれず、 なななかなかシュートまで持ち込めない時間帯が続く前半15分には左サイドの阿部のクロスの流れから千葉がゴールを脅かしかけたが飛び出した相澤がクリアしてシュートを放つには至らない同19分には浜田の蹴り出したフリーキックから富田がヘディングでゴールを狙うもボールは枠上に外れてしまった前半中盤以降は千葉がシュート場面を作りますだが前半29分に船山が。 ミドルレンジから枠を捉える右足シュートを放つも相澤に弾き出されさらに同30分には左サイドから富佐和が送ったクロスの流れから最後はエウトンが至近距離から狙ったが枠を捉えきれなかった対する徳島は同36分ゴール前でボールを受けた山崎が反転からシュートを狙うもボールは枠上に外れてしまうスコアレスのまま後半を迎えると 後半2分に左サイドに開いたエウトンのクロスを小池がヘッドで、同3分には右サイドの井出のクロスから、エウトンがヘッドで枠を捉えるシュートを放つが、共に相澤の守備範囲に飛んでネットを揺らせない。すると、後半14分に徳島が先制に成功する。木村が蹴り出したフリーキックのこぼれ球を富田が左足シュートでネットを揺らし、スコアを1の0とした。 同18分に小池に変えて長澤を投入して流れを変えようと試みる同26分には左サイドの阿部が送った低い弾道のクロスを船山が合わせてネットを揺らすがこれはオフサイドの判定に取り消されてしまうその後も千葉が徳島ゴールをこじ開けようとするが後半32分に至近距離から放った吉田のシュートは相澤に阻まれるなどなかなか同点ゴールは生まれないしかし後半アディショナルタイムに ミッドフィルダー山本正紀のクロスを吉田がヘッドで叩き込んで同点に追いつくと試合終了間際にはゴール前の混戦から長澤が決勝ゴールを蹴り込み千葉が2のと劇的な逆転勝利を収めた。